さあ、続いては。わ、びっくりしたアマガエル冬時か <laughs> だから。なえー、皆さんがびっくりしたことを募集してます。野口さん、僕もミワニッシモが大好きですよね。ミミズグチュグチミワちゃんの、ね、この裏の、真、まあ、裏のね。ミミズグチュグチもきっといっぱい出し出してるんね。 え大、ー、田さん、パワフルフェイスで、服にミミズを入れられる勇者。こん、はあ、お前、冗談でも言うけどねえよ。んんお前、一瞬でも、スタッフの一人がお前、そんなの、打ち合わせに、そんな話を話題にしたらどうすんだよんどうするやめるよ、あの番組を。<laughs> <laughs> 先日放送された全国のラジオ番組に投稿しようスペシャルだ。ルネラジこと。うん。 ヒゲ男子、<laughs> 山田るい53世のルネッサンスラジオ。うんうん、これはあの山田るい、ねうん、53世がノーギャラで出演している文化放送の。うんうん、番組パーソナリティ声優、アイドルなどの悪口を言うという。かつて文化放送で放送されていたが、現在はポッドキャストのみでっているこのルネッサンスラジオ。うんうん の紹介メールを採用していただいたのですがはびっくりなんとそのカーボーイの放送で爆笑問題のお二人と劇団ひとりさんが面白そうとおっしゃった影響なのか iTunes のポッドキャスト総合ランキングで一時的とはいえあのルネラジがルネラジが1位にすごいあそれすごいじゃん いつもはジャンク勢の、ポッドキャストが上位を占めているのに、うん、ルネラジがそれを抜いてどう、どうかしている位置に。<laughs> そっか。じゃあ、俺らのやつも上回っちゃったんだ。自分自1位です。位 <laughs> だもね。<laughs> <laughs> これなら早いうちに、うん、あの悪意と憎悪に満ち溢れた楽しい番組の不定期の、地上波放送が聞ける可能性もありそうで、うん、嬉しい限りです。うん、ただ、男、 じゃ、うん、男爵様こと、うん、本名山田純三は相当なひねくれ者なので、うん、ああいった勝手な紹介にお怒りになるのではないかと、うん、今さらながらちょっと心配です、うん、ついでに書かせていただくとあのメールでは、うん、悪意と憎悪の部分ばかり紹介しましたが、うん、他にも男爵の、うん、愛人志望の女性との話や、うん 男爵のブスな今の彼女の話は <laughs> 男爵のどうしようもないクズな部分も満載ですのでルネラジオ聞かれる方はぜひそういった部分にも注目して聞いてみてください、うん、なるほどねあいつはだってあれがあの子がババゾノちゃんがねババゾノが好きだったんだよフラれちゃったんだもんなフラ <laughs> れて結局ねあの、うん、ダブルエンジンちゃんカワいにい,だ、ね、ちい,いっちゃったからね そんなひねくれてんのかなあの山田ってやつは。どうなんだろうね。ちょっと聞いてみたい気がするよね。またあれ、あの、樋口が、またそれに上回るような変わり者で変わり者だだからね、樋マザコンですからね。本当に。極度の。え読まれたら2回目ネーム、西はじめロバート。太田さん、ツッコミって一体んだろうと。 思い悩んでいる一今こんばんいや特に悩んで悩んだことなんかないんだよこいつは悩めないんだよはい一回も考えたことないの先週の放送ではメールを読んでいただいた上に賞までいただきありがとうございました僕は先週のスペシャル企画で U 字工事の番組を紹介してその番組にリクエストしますと書きましたが今回はその結果報告です 17日金曜日の深夜2時半、裏番組ではナンバーワン女芸人が登場したり、うんうん、なんでナンバーワン女芸人,<笑><笑>人気投票で選抜されたアイドルたちが、う総出演したり、うん、AKB が AK ちょうどね、あれがあったからね。<と>うん、派手な企画をやってる中、うん、U 字工事の早起きラジオは、うん、通常と変わらない放送でした。うん、前半のフリートークで U 字工事が、 福田さんの結婚式での出来事を報告した後に、うん、起きろ歌謡曲のコーナーに入ると福田さんが僕の偽のラジオネーム、うんうん、クリームレモン牛乳を読み上げましたおお来たまさにはびっくりですおーおーでその,お<ー>あの送ると言っていたメールがはい、はい、ラジオネームクリームレモン牛乳福田さん益子さんおはようございます 僕は渡瀬橋で有名な栃木県足利市出身です。嘘ですからね、これ。市内の工業高校卒業後、うん、今年の4月から、親戚の紹介で千葉にあるネジ加工専門、ネジ加工専門の町工場に就職しました。うんうん、全部嘘ですからね。うんうん、慣れない土地にならない仕事ですから、やっぱり嫌なことや苦しいこともあります。そういう時はやっぱり地元に戻りてえなーと。うん 考え込むこともありますが、うん、同郷の U 字工事さんの漫才を見たり、<laughs> 僕の地元を有名にしてくれた森高千里さんの歌を聞いたりすると、ほんのちょっとやる気が出ます。<laughs> ということで、<laughs> 今日のリクエストはいつも僕が勇気づけられている曲、AKB48 派生ユニットノットイエットの <laughs> 週末ノットイエットよろしくお願いします。<laughs> これをね,れね、出したんだ、実際ね。したら。読んで。うん。うん 福田が読んで、うん、その後福田さんは僕のメールを一本調子で読んだ後、うん、森高千里さんの渡らせ橋でいいだろこれと。<laughs> 完全にそうですよ。すっごいおやった <laughs> もう絶対そうですよ。ちょっと納得がいかない様子でした。うん、するとすかさずマシコさんがフォローに回り、うん、よく考えろ。<laughs> ノットイエットの大島優子さんは栃木だかんね。<laughs> あ、そうなの俺もいろいろ考えてつながりがあると考えてた。と言っていました。<laughs> へえ。僕がノットイエットをリクエストしたのは、うん、ノットイエットに栃木出身者がいるからと深,深読みしたようです。さすがに僕もそこまでは考えてない。なんだそかすごいな、それはね。その後曲がかかったのですが、うん、実際にラジオから流れてくる曲を聴くと、うん、ノットイエットに対して、興味のなかった僕でも、うん、嬉しかったです。<laughs> なんだ詩がなかなかいい曲で、特に世界中の恋人たちは会えない時間に愛を深める。 うん、という五色耳のま。まあこれはもうよろしく哀愁ですね。毎愁、うん、時間が愛育てるのさ。というところに感銘を受けました。うん、僕もそれを肝に銘じてこれからも生きていこうと思います。うんうん、今回 U 字工事の2人は番組の予想に反し泣きはしませんでしたがメールを読んでくれたということはやっぱりキャラ通り。うん 非常に熱いんだなと思いいました、うん、いずれ今回不満そうだった福田さんのためにかかりそうでかからなかった渡良瀬橋をリクエストしてみようと思います、うん、もしかかるようなことがあればまたご報告しますすごい読まれたねやったじゃんねただ嘘だってあいつら知らないからねこれね, <laughs> ねあったら言ってきましょう,うね,フフっっねあったら行っとね,ね<ー>あでもすごいね採用されたんだねすごいうん ダブルダブルうちとだからダブルでね両方でラジオネームアップルヴィーナス太田さん田中さんこんばんは先々週は「タイタンシネマライブ」を府中で見てきましたありがとうございますとても面白かったです笑い転げました嬉しいさて僕のびっくりですがこれはさっき起こった出来事です日日日の曜ですね 僕は特にやることもなかったので家にいたんですが、うん、だいたい4時頃でしょうか。ふと実家に洋事を思い出し電話をかけました。うん、するとびっくり。スリーコールくらいなったところで受話器が取られたんですが、うん、はい、という聞き覚えのない声の女の人が出たんです。僕はかけ間違えちゃったかなと思い、<laughs> うん、あの、アップルさん。これは名字。ねうん の、おクですかと、尋ねたのですが、これに対しても女の人は、はい、と答えます。何回尋ねても同じトーンの機械のような声が、はい、と答えるだけです。結局僕が弟に代わってほしいと言ったのに対し、はい、と答えたところで、電話が切られてしまいました。僕はもう怖くなってしまい、あれは掛け間違いだったんだろうと確認して、 安心したかったので、もう一度実家に電話をかけてみました。すると今度は誰も出ませんでした。ええうん。後で家族に聞いたところによると、うん。着信履歴はあったそうなので、うん。かけ間違いではないようです。あら。え、じゃあいなかったのはいなかったのかな要は着信履歴あったってことは、2個あったってことだよね。2個あった。そう。要は1回しかなかったら、 その出なかった時の。あ、出なかったら着信履歴もないのあ、でも大体あるよね。留守電になるなり、なんか、ファックス切り替わるとかもあるから。要は2回かけてるわけじゃんこの人は。そうですね,ね。だから着信履歴が1個だけだったら、最初のは本当に間違い電話で、2回目のやつあるかもしんないんだけどね。昔混戦ってよくあったけどね。最近やっぱりあんまりないね。俺ほんと混戦昔あってさ、 話してて、誰かと話をしてたら、あの、実家にいる時ね。したらなんか、別の人の女の人にそれこそ声が、普通に聞こえてきて、えって思って、やっぱドキッとして、で、もし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 ,もしみたいな感じになっちゃってさ、で、こうやっていろいろ話して、あれ、すみません、これ混戦ですね、みたいな話になって。で、なんか話してたら、俺んジの隣の家の人だったんだよね。 それで混戦してたっていうのは昔ありましたそれでねよくね結婚したり昔はね混戦献花ないよくありました太田さんそばつゆにミミズをズルズルすすりうい犯罪犯罪そういうの放送禁止にしようよそういうの言うのリスナー歴12年目の初投稿ラジオネームバラライカと申しますちょっ12年も聞いててくれてんだそれで初投稿ってすごいよね なんかねどういう気持ちのあれ変化があったんだろうねバラライカ懐かしいな私のはびっくりしたは今年のゴールデンウィークのことです、うん、連休中特に予定がなかった私は映画 DVD をレンタルすることにしました、うん、借りたのは以下のタイトルです「王、うん、国のイージス」うう「大奥」うん「チームバチスタの栄光」うん「ジェネラル・ルージュの凱旋」「<laughs> 幸せの香り」うん 幸せの香りでいいのね。うん、私は洋画より放画が好きなので、うん、この5本にしました。うん、どれも見たいと思いながらなかなか見る暇がなかった作品なので、うん、それはそれは楽しみに見たのですが、うん、連休も終わりに近づき最後の5本目を見終わった時にはびっくり。うん、なんと、うん、偶然にもこの5本すべてに <laughs>、 平泉聖さんが。嘘出演していたのです。<laughs> それはすごいわ。役柄はもちろんバラバラですが、ああさすが。さすが。日本を代表する名バイプレイヤー。<laughs> 出演作品の多さに、ただただ感心するばかり。すごい。<laughs> それはすごい。平泉聖祭りだと。バチスタとジェネラルルージュは。まあまあ、あの。シリーズだから。シリーズシリーズね。シリーズでもな。 だけどあとは全然違う多く大奥も出てるそれ誰の大奥全部出てるんですね大奥ってなんかい,いろいろあるじゃんドラマもいろんなシリーズあったりあと二宮君の,あのほら逆多くみたいなのもそ,それかなじゃああとあのほらなんだっけあの お前のね。加賀あてる雪。加賀あてる雪も出てからね、あの人もね。だからそれこそそのかがあてる雪と一緒ぐらい出てそうだね、平泉聖さんは一生のドラマで共演しちわけだから。行ってみたゃね。だからそれも出てるわけだラジオネーム、ダブル・フランクリン。太田さん、田中さん、かっこそちこんばんは。 そっちにいい見たことあるんですか間違いないですよ。そっちにです。まあ別にそんな大したものは持ってないですけども、うん、見たことないですよ。僕は某小売店に就職し、今年の3月に人事部が講師,講師となり、接客マナーを教えてくれる一泊二日の研修に行ってきました。うん、こんなのあんだね。うん、僕の就職先の同期の人数はなんと100人うん。ここも、大手だね、これ。うん。えー、極度の人見知りである僕は、 なかなか同期の輪に、中に入っていけず、研修中は一人でご飯、一人でトイレ、一人でお風呂の寂しい時間を過ごしました。こういうの辛いな。ねえ。まあそこまでは良かったんですが、一番辛いのは研修終わりの夜の飲み会です。各部屋の同期たちで飲み会をするのですが、下戸で同期と打ち解けてない僕は、自然と部屋を出て廊下をうろうろ。嫌だな、こういうのな。 俺もそうだった修学旅行の時 <laughs> <laughs> 各部屋楽しそうな声が廊下に響く中、うん、入れてと言えない僕、うん、そして何度も行ったはずのトイレに行き形,形だけのおしっこをしていると、うん、横にいたスウェットサンダル姿の同期が僕に話しかけてきました、うん、今テレビでうちの店が特集されてるよ、うん、同期が話しかけてくれた嬉しさに僕は思わずそうなんだ、うん じゃ、君の部屋に行ってテレビ見てもいいと聞くと、同期は困り顔。そっか、一緒にいる部屋の同期と僕は、もちろん仲良くないし、部屋の空気が悪くなるだけかと察知し、無理ならいいけど、と言おうとすると、いいよと答えてくれました。よかった部屋に入ると他の同期はおらず、ベッドは一つだけ。あれ一人部屋と聞くと、そうだよと普通に回答。 部屋割りでは5、6人が当たり前なのに、特別な待遇なのかなと思いつつ、うん、僕の店が特集されているテレビを視聴、うん、ずっと無言もまずいと思い同期に、うん、配属店舗はどこなのと聞くと、うん、少し間があった後、うん、うん、君は冗談で言ってるのかなと返されました。うん、冗談、うん、何かおかしいと思い、顔をじっと見ると、うん、そこにいる。 スエット、サンダル姿の同期は、うん、同期ではなくて、<laughs> 研修で僕たちを指導してくれた人事の方ねびっくりした。<laughs> 同期100人と喋らず、うん、顔を全く覚えなかった僕は、うん 年が近く私服姿の人事を、同期と間違え、うんうん、ため口で話しかけて部屋に押しかけた。ここで誤り、敬語で話すのはまずいと思い、なんでだよ。<laughs> なんとなく気まずいでしょう。<laughs> またまた冗談に決まってるじゃないっすか。さら <laughs> <laughs> が使うような敬語でおと。<laughs> <laughs> そこから1時間は、我が社のこれから、<laughs> <laughs> 課題点。新入社員は何をすべきかを質問。非常に中身の濃い時間を過ごし、同期たちのいる酒臭い部屋に帰りました。ああ、死にたい。すげえな。ごまかせたのかな、それで。にゃバレてんだろ、それ。チャラオのふりシチャラオのふりして。かわいいねーそこまで言わなくていいだろ。そういうキャラや、びっくりだろうな、今。 いやだね、こういうの。<で>の一人部屋とかで気づくからないんだやっぱね。待遇されてると思ったんだよ。れだよそれでもね <laughs> いやだな、こういうの。大変だな、会社員はね。ね藤田悦司君、杉崎美香さん、海藤愛子ちゃん、そしてゲストの高見ゆりちゃん。こんばんは。本当に来ないよ。そんな子は多分、この番組には一生。<laughs> 海藤愛子ちゃんとの、 食事の件はどうなってんですかどこまで進んだんですか,か話はすか何の接点もないから何にもするわけないじゃないですか。いやいや何とかするっつって。だからなんか本当に奇跡的そんな機会があったらじゃあ藤田君に言ってたけど、俺はだって海ワイコちゃんから全然たまに年に1回か2回ね、番組でたまに会うことあるかもしれないけど、何のストーカーすするか <laughs> <laughs> するか <laughs> <laughs> これは先々週6月7日放送のカウボーイでのことです。 僕はこの日もコーナーで、このコーナーで採用していただいたのですが、その時のメールで、僕は幻の鳥を読んでないと書いたところ、太田さんがとてもショックを受けていらっしゃるから、わあ、びっくり。なんでびっくり当たり前だっちゅうの、だっちゅうの。パイレッ久々。本当に申し訳ありませんでした。もう遅いよ、今更謝ってます。 でもそれと同時に「藤田だけは絶対読んでいると」と、うん、あの太田さんが僕のことをそれほどまで思っていてくださったが「た」が「た」の「が」じゃねえのか「嬉しかった」の「が」じゃねです「た」が」うん、そして、うん、これは早急に幻の鳥を入手しなければと。 思った僕は、うん、少なくとも今週中には絶対に <laughs> 買おうと、ところに決めたのですが、<laughs> その放送の3日後の6月10日にはびっくりなことが起こりました。うん、この日はタイタンライブの日で、うん、僕も時事通信ホールに行かせていただいたのですが、うん、なんとライブの後、うん、ロビーで、うん 公園のロケットさんが幻の鳥の本を僕にくださいすげえな。これだから公園のロケットも聞いてて。ねこれってけなきゃと、ね、そう思ったんだね。うね。ちなみに、野口さんと原ちゃんもその場にいてくださいました。うん、原ちゃんいたの原ち,ちゃんいたの見た <laughs> 公園のロケットさんは2冊持っていたらしく、実は以前から、次会う時にお渡ししたい、うん。うん おっしゃってくれていたのですが。自分で買えるっては、なんで買わないんだ。どうして藤田は意味がわからないよね。なんなのかけど。でも高いっていうのはまああるんでしょうね。金本っていうのはね。なかなか一回別に来なくてもいいよ。だったのえー、と思っていたのですが。 え大、ー、田さんを深く傷つけてしまったすぐ後に、こうしていただくことができるなんて。うん、このタイミングの良さにはびっくり。公園、うん、のロケットさんありがとうございました。うん、そして僕はそれからすぐに読み始めたのですが、うん、それからまたもはびっくり。うん、どの話も本当に面白いです。<laughs> 遅いよ、今更。<laughs> 信じらんない、お前の話。僕のようにまだ読んでいない方もいるかと思うので、うん、詳細については触れませんが、うん、今まで読んでいなかったことを後悔するほどの素晴らしい内容です。しく感じるわ、信じらんない。<laughs> と言っても、まだ半分ぐらいしか <laughs> 読めていないのです。どの話もって、お前。早く次を読みたくて。<laughs> 仕方ないです。<laughs> 太田さんにこの感動を伝えたいので、読み終わり次第、採用されることを目的としない純粋な感想メールを送らせてください。うん、また僕は、カーボーイの DVD も見てないので、なんでなんだよお前出てんだろ、ちゅう話だ。 ちゅーのって <laughs> あ、出た。出た。<laughs> <laughs> DVD 見てないんだ。はあ。ねなんだ、だからお前は世界が広がるん,んだよ。ねえ見てくださいよ。なん <laughs> なんだその、この、こういうビビり方するやつ嫌いなんだよ。<laughs> これビビってんの絶対に。<laughs> そうなのかな、うん、怖いんだよ。<い>見るのが。見るのがね。うん。そういうやつ嫌い。 <laughs> 今度はそちらの方もチェックしていきたいと思っています。<laughs> ああこの度は、本当にすみませんなしはた。